MRTG はルータなどネットワーク機器が送受信したデータの量をグラフによって可視化するプログラム。グラフ部分を PNG フォーマット、付帯情報を HTML フォーマットで出力するため、Web サーバーと連携して結果を表示することが可能である。もともとはルータを対象として開発されたため、この名前となった。 SNMP マネージャーとして動作し、SNMP エージェントである、ネットワーク機器やサーバ機から、ネットワークトラフィック情報を取得し、それをインプットとアウトプットの2系列として、グラフ上にプロットする。高い柔軟性を持ち、データとしては、ネットワークトラフィックだけでなく、SNMP で取得可能などの情報や、外部コマンドの実行結果を利用することができる。欠点としては、 一つのグラフで必ずに系列のデータを用いなければならないため、三系列以上のグラフが作成できない、マイナス値を測定できないこと等がある。緑色のグラフは、ネットワーク機器のインプットトラフィック青色のグラフがアウトプットとなっている。ありがとうございます。